負けたくない画面ブックメーカー投書決勝お疲れ様です。三級ベッド結果オークです。本日は三ベッド2290円のプラス、日利143パー日利143パー日利143パーシャンパーすごい <laughs> 日利143パー出ちゃいましたねはい。素晴らしい。 これ結構取ってますね。すごいな。はい。素晴らしい。はい、今日はあれですね。掛け金あれですね。はい。ちょっと少なめですね。少なめでやってますね。はい。掛金。なるほど。はい。ということで日、日利143%ということで、素晴らしい。 はいえー、今日の男子の試合はこの試合のみでした。全米オンボ男子決勝。さすがに決勝ないのでベッドを見送ろうかと思いましたが、金額少なめでベッドしました。いつもと変わらぬ結果でした。なるほど。ちょっと慎重に行ったんですね。慎重に。なるほど。はいえー、今回も会員様に的中されたが、1名だけ言いましたので、高級カステラを送ろうとしたら、決闘に不安があるようで、明太子に変更を送らせていただきます。今日は朝から会員様が鹿児島から博多に来てくれまして、2時間レクチャー。マジっすかへー。 鹿児島、僕のところ来ないな。<laughs> マジか、鹿児島に会員さんいるんですね。僕、全然鹿児島やあまあいいや。まあ明日、まあ実、今日なんですけど、大阪から、まあ実際来ますよ。鹿児島合宿。がっちりと指導修正で今後の方針を決めたので楽しみですと。今日、今日行った海がやばかったです。水面に映る雲が綺麗すぎましたということで、まあ写真の方を送っていただいたんですけど、動画の方がこれすごく綺麗ですね。 これめちゃくちゃ綺麗ですね。はい、すごいですね、これね。まぁ、あ、ちょっと動画で見たいっていう方はですね、この WashesTV ですね。WashesTV で検索してみてはいかがでしょうか。はい、えー。めちゃくちゃ綺麗な映像見れますよ。はい。いやー、これね、一眼レフで撮ったらもっと綺麗なんでしょうね。はい。もう素晴らしい。多分これ iPhone で撮ってるのかな。綺麗ですね。 やばいっすね。はい。ということで、なんと今回ね、えく、ー、決勝、しか、さすがに決勝なのでベッドを見送ろうと思いましたが、金額少なめで、ちょっとやった結果、いつもと変わらず買ってると。これすごいね。しかも日利143%ですからね。なかなかファンキーな結果ですね。はい。ということで、えー、今日も買っております。 印象です。